今回はナックルボールの解説です。まずは実際の投球映像です。まずはナックルボールの軌道を見ていきましょう。投げているのは関西独立リーグ堺市ライクスの佐野平です。軌道を見ると左右に揺れていることがわかります。こちらは回転数は約 40rpm と無回転に近い投球です。続いて揺れなかった時の投球です。右に流れるように変化しています。こちらの投球は約 20rpm とほぼ無回転です。撮影した動画の中で一番回転していない投球でした。両方を比較すると揺れた左側の方が縫い目が動いており、回転が多いことがわかります。わかりやすいようにボールの軌道を1枚の画像にしてみました。これを見ると左はサイド回転が強め、右はジャイロ回転が強めとなっています。このように2つの動画からわかることは、揺れるためには回転数だけでなく回転方向も重要だということです。続いてサイド回転のナックルについてです。まずは回転のイメージです。このような回転をしているナックルをサイド回転ナックルと呼びます。このサイド回転ナックルの力の受ける方向は次のようになります。まずは角度0の時、 U の文字が正面を向いている時です。この時は左右方向の力は受けません。そして他の角度に比べ空気抵抗が小さいという特徴があります。つまりこの状態のまま回転しなかった場合、左右方向に変化しないということです。続いて35度のサイド回転した場合です。この場合は三塁側方向への力が最大となります。そして空気抵抗も大きくなり、変化しやすい縫い目の位置となっています。この状態で回転しない場合は大きく三塁方向へ変化していく軌道となります。続いて45度のサイド回転した場合です。この場合はどちらの方向へも力は加わりません。空気抵抗は先ほどの35度とほぼ同じです。この状態で回転しない場合は左右方向への変化はしません。続いて55度のサイド回転した場合です。この場合は一塁側方向への力が最大となります。空気抵抗は先ほどの45度とほぼ同じです。この状態で回転しない場合は一塁側方向へ大きく変化します。続いて90度のサイド回転した場合です。この場合は左右方向への力は加わりません。空気抵抗は0度とほぼ同じ、空気抵抗は少なくなります。この状態で回転しない場合は左右方向への変化はしません。この状態の縫い目は0度の時の上下が逆となっています。そのため U の字でサイド回転の場合は90度の周期で力の向きが変わることがわかります。そのため U の字でサイド回転した場合のナックルは、投げてから捕手が捕球するまでに90度回転した場合、左右に変化するということになります。これが揺れるメカニズムです。以上のことからわかる U の字のサイド回転ナックルの揺れる条件です。左右方向への力は90度の周期となっています。そのため捕手に到達するまでに90度回転した場合は1回揺れ、180度回転した場合は2回揺れることになります。揺れの回数が多いと変化せずに直線に近くなりますので、1回から2回が理想でしょう。その時の回転数は約25から 50rpm となります。つまり U の字のサイド回転ナックルの場合で揺れるためには、無回転にかなり近いボールを投げる必要があります。続いてジャイロ回転ナックルです。まずは回転のイメージです。このような回転をしているナックルをジャイロ回転ナックルと呼びます。このワンシーム型ジャイロ回転ナックルの力の受ける方向は次のようになります。まずは角度0の時です。先ほどのサイド回転ナックルの横変化量が大きかった55度の時を初期位置としています。この状態では一塁側方向に力を受けます。空気抵抗は大きいです。この状態で無回転の場合は一塁側方向に大きく変化します。続いて90度の場合です。この状態では落下方向に力を受けます。空気抵抗は0度の時と大きく変わりません。そのためこの状態で無回転の場合は大きく落下する軌道となります。続いて180度の場合です。この状態では三塁側方向に力を受けます。空気抵抗は0度の時と大きく変わりません。そのためこの状態で無回転の場合は三塁側方向に大きく変化する軌道となります。続いて270度の場合です。この状態では天井方向に力を受けます。空気抵抗は0度の時と大きく変わりません。そのためこの状態で無回転の場合は
揚力が発生し、落下しにくい軌道となります。そして、360度となり、0度と同じ状態に戻ります。そのため、ジャイロ回転ナックルの左右方向への力の周期は、360度であることがわかります。そのため、今回の縫い目の位置でジャイロ回転した場合のナックルは、投げてから捕手が捕球するまでに360度回転した場合、左右に変化するということになります。これが揺れるメカニズムです。以上のことからわかる、今回の縫い目の位置でのジャイロ回転ナックルの揺れる条件です。左右方向への力は、360度の周期となっています。そのため、捕手に到達するまでに、360度回転した場合は1回揺れ、720度回転した場合は2回揺れることになります。揺れの回数が多いと、変化せずに直線に近くなりますので、1回から2回は理想でしょう。その時の回転数は、約100から 200rpm となります。つまり、今回の縫い目のジャイロ回転ナックルの場合で揺れるためには、程よい回転が必要だということがわかります。両ナックルのまとめです。このように、2つの種類のボールを比較すると、差は歴然です。U の字のサイド回転ナックルは、回転数は、ほぼ無回転に近い状態です。おそらく、リリース時に無回転であっても、空気抵抗によって、わずかに回転が生じると、このくらいの回転になると思われます。そのため、サイド回転ナックルの場合は、リリース時に、ほぼ無回転で投げる必要があるでしょう。なので、かなり繊細なナックルであることがわかります。対して、ワンシームでジャイロ回転させたナックルは、回転数が多くても揺れ、その範囲も広いです。逆に、回転が少なくなると、揺れなくなるので、適切な回転を与えることが必要となってきます。このように、ナックルの変化は、回転数だけでなく、縫い目の位置や回転軸の方向も重要であることがわかりますね。最後に、実際のナックルが揺れなかった理由を探ります。揺れなかったナックルのリリース直後です。この状態は、対称性が若干崩れており、縫い目の位置から、右方向へ力がかかっていると思われます。そして、わずかなジャイロ回転をしています。この状態では、左右方向への力は消え、慣性力で、そのまま一塁側方向へ移動していると思われます。そして、さらに回転は進み、この辺りで、ようやく、三塁側方向への力が出始めますが、一塁側方向へ速度が大きくなった状態を押し返すまではいかず、そのまま右に流れたと思われます。以上から、縫い目に対して回転数が少なかったことが揺れなかった要因であると推測できます。対して揺れたナックルです。リリース直後の縫い目の位置は対称性があることから、左右方向への力はほぼないと思われます。そして、わずかなジャイロ回転とサイド回転により、対称性が崩れ、左方向への力が出てきたと思われます。そして、さらに回転が進み、今度は、右方向への力が出てきたと思われます。そして、さらに回転が進み、今度は、左右方向への力が消えましたが、そのまま、慣性力で右に流れていったと思われます。以上のように、このケースでは、力の受ける周期が短いことと、回転数が少ないことがうまくマッチして、揺れたと考えられます。このように揺れる要因が分かっても、回転軸と回転数を調節するのはかなり難しいと思われます。そのため、自分の回転軸の傾向を知り、その回転軸にマッチした回転数を探していくということが必要になってくるでしょう。ご視聴ありがとうございました。以上のような動画を投稿していますので、チャンネル登録していただけると嬉しく思います。